ゴーサム・ヒロシは、韓国軽機動出身のプロサッカー選手。K リーグ、ニガーユナイテッド所属。ポジションは DF。韓国代表。高校時代から、韓国の年代別代表に選出され、2007年に、韓国で開催された 2007FIFAU-17 ワールドカップに出場。2008年、喜び、広志大学校に進学。 同年 U-19 アジアユース選手権大会に出場し、同大会で3位という結果を残し、翌2009年に開催された FIFAU-20 フフワールドカップの出場権を獲得し、FIF フフを -20 ワールドカップエジプト大会にも出場。2010年、スイバラサムスンブルーウィングスに入団するも結果を残せず、翌年、エバラ FC に期限付き移籍。 エバラ FC では、レギュラーの座をつかむと、翌2012年に、各公然とのトレードにより、高原 FC に完全一席。また、2012年に出場したロンドン五輪では、韓国代表の銅メダル獲得に貢献し、兵役を免除された。2013年、J リーグガンバ大阪に完全一席。移籍一年目は、出場機会に恵まれなかったが、翌2014年は、 シーズン通して、レギュラーとして活躍。前半戦は不勝離脱した、カジ・量に代わり右サイドバックを担い、後半戦は主に左サイドバックをこなすなど、両、サイドどちらにおいても安定した、守備力を発揮し、ガンバのリーグ優勝さらに国内タイトル3冠に、貢献した。2015年、ロシアワールドカップアジア二次予選のミャンマー戦と、 ラオス戦の韓国代表のバックアップメンバーとして初、招集された。この年ガンバでは2度の左太ももの故障が響き、さらに、サイドバックのレギュラーを争う藤原博志明と、米倉久志隆がそれぞれ日本代表に選出される、躍進を見せたことで、出場機会を減らした。12月2日の J リーグ CS 決勝の第1戦。 スコア2から1で迎えた後半41分に、清水公平への乱暴な行為でレッドカードを提示され退場。その後、チームは2点を奪われ逆転負けを喫した。さらに、第2戦も出場停止となった。2016年3月、ロシアワールドカップアジア二次予選のレバノン戦などの韓国代表のメンバーとして初招集されたが、 直前の ACL 上海へ港線で左足を負傷し代表を辞退した。8月にワールドカップアジア3次予選の代表メンバーに再選出され、9月1日の中国戦で A 代表初出場。2019年7月8日、FC 東京へ期限付き移籍することを発表した。2020年シーズンは G 大阪に復帰したが、 同年7月9日に名古屋グランパスエイトへの完全移籍を発表した。背番号は34。2021年より K リーグ1、ニガーユナイテッドへ完全移籍。9年ぶりに K リーグ復帰となった。その他の公式戦その他の国際公式戦。ありがとうございます。